メインレースはサラ4歳以上オープンによりますハンデ戦第6回アフターファイブスター賞 G3 1800m で行われました。重賞初挑戦、ここ3連勝のイナリコンコルドが1番人気、昨年の覇者サントスが2番人気、そしてビッグファイターモンスターと続きました。それではスタートからご覧ください。アフターファイブスター賞です。先頭争いです。揃いましたが、やはりサントスが行きます。サントスが行きまして、イナリコンコルドは内から上がっていきました。2番手につけるのか、3番手につけるのか。外からビッグファイターが迫りまして、一旦控えましたイナリコンコルドであります。ホーエイパーシャ、今日は前の方に上がっていきました。11番のマキバスナイパーでありまして、その内を進んで、これはウルマデイゴのようであります。さあ、各馬は第1コーナーカーブに入っていきました。ホーエイパーシュが今日は早めの競馬ですね。どういうポジションで、いきますか。先手を取ったのがサントスなんですが、リードは体半分です。2番手14番のビッグファイターつけました。2コーナーです。3番手には3番のイナリコンコルド、4番手に10番のホーエイパーシュは外並んでマキバスナイパーということになりました。あとはその後ろでありますが、1馬身差2番の梅の帝王、5番のウルマデイゴ、後方か中段ですね、8番のスタート・ザ・ウェイ、それからモンスターです。13番のネイティブランナー、縦長になりました。3馬身4馬身と切れまして、9番のアイアイシリウスです。向こう上面中間点を過ぎました。さあ後方です。ばらけています。これはゴールまで間もなく800でありますが、4番のワイルドトルーン、随分と縦に長くなりました。第3コーナーカーブにこれから入ります。先頭7番のサントスです。リードは2馬身から3馬身です。2番手にはビッグファイターです。3番手にイナリコンコルド、マキバスナイパー、それからホーエイパーシャ、2番の梅の帝王でゴールまで600の標識を通過して1分13秒から14秒です。ウルマデイゴムチが入っている。それからモンスター、内を狙っている。外からはスタートザウェイ、4コーナーカーブ手前で13番のネイティブランナーであります。さあ前の組ですが、また固まってまいりました。サントス先頭だ。サントス先頭で2馬身から3馬身、2番手にイナリコンゴールド、イナリコンゴールド、外からマキバスナイパー、懸命に押して梅の帝王です。サントス、サントス、外からイナリコンゴールド、外からイナリコンゴールド、あるいはマキバスナイパー、追い込んでくるのがホーエイパーシャ、外からホーエイパーシャでありますが、さあイナリコンゴールドやってきた。イナリコンゴールドが先頭に立ちました。アークが 50m を通過して、イナリコンゴールド先頭だ。2番手にはサントス、2番手にはサントス、アークが走れまして、モンスターがこの辺りは3番手から2番手を伺う馬がいますが、先頭イナリコンコルド、イナリコンコルドです。先行馬を射程に置いたイナリコンコルドが直線並ぶ間もなく抜き去り、スピードの違いを見せました。4連勝。逃げたサントスは2着を確保。人気サイドで決まっています。3着はネイティブランナーです。